急激に円高が進み1ドル138円に。結果全国で電車が止まりまくる。急激に円高進む。円相場一時1ドル138円台約2ヶ月半ぶり。急激に円高が進んでいます。外国為替市場で円相場がおよそ2ヶ月半ぶりに一時1ドル138円台まで上昇しました。結果全国各地で人身事故多発。素人が株なんてやるもんじゃない。そして命を大切にせい。